名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。中日ドラゴンズ対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはドラゴンズの先発松葉が名古屋ドームのマウンドに上がります。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。初球は際どいところに来ました。ストライクです。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている菊池。松葉、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、まず1球目引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、アウト。ここは送球が間に合っています。素晴らしいプレーが飛び出しました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか？いや、今の難しかったと思うんですけど、素晴らしいプレーでしたね。ご覧いただきましょう。ここでピッチャーを助けるファインプレーが飛び出しました。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか？まあ、そうですね、初球は要注意ですね。狙ってることが多いバッターですよ。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。初球空振りです。低め、これは決まった。ノーボールツーストライク。さあ、外してくるのか。バットに当たりません。三振。スリーアウト、チェンジ。この回カープ3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃が始まります。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の森。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか？バッターは岡林。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ファウルになります。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている大島。ヒットでランナーを一塁に置いています。
先発ピッチャー森、そしてキャッチャーは石原。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。痛烈、これは一二塁間を破る。ドラゴンズチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには阿部が入ります。さあ、一打先制のチャンス。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですね。これが1球目。最初は変化球できました。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。送りバント失敗。いや、これは痛いですよね。まあでもチャンスは続いていますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。うん、そうですよね。さあ、このチャンスでバッターボックスには4番のビシエドが入っています。このカウントは狙い球を待ちつつも、その他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打ちました。取った。セカンド送球。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ここは決めたかったんですが、ダブルプレーで得点ならず。まあ先制点がかかってましたから、逃してしまったのは痛いですよね。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回に入ります。カープの攻撃、打順は4番西川。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは5番坂倉。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。打順は6番マクフォール。ワンアウトになっています。マクフォール背番号10。いきなり牽制、一塁はセーフ。これが初球。まずはインコース。いや、ツーシームから入ってきましたね。もうちょっと低く行きたいですね。なるほど、そうですか。ピッチャー取った。二塁送球、二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。0対0同点です。2回の裏、ドラゴンズの攻撃。バッターボックスマルティネス。ドラゴンズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ、赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。改めてお聞きしますが、このマルティネス、どういうバッティング。引っ張った。高い打球、レフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには6番木下。まずはワンアウトを取っています。
初球ボール、クロスファイヤーはいいですよね。インコースストレート、際どいところに決めました。3球目は何で来るか。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。緩いボールで来ました。低めの変化球は外れました。3ボール2ストライクです。6球目は何で来るか。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている土田。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か。最初は変化球できました。これはちょっと手が出ないですよね。はい、外のストレートがストライク。これが3球目、ボールになります。切れていきます。ファウル。インサイド。打球はライトへ。この打球はフライになっています。最後はライトフライ。掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。2回終わって0対0同点です。さあ今治療を終えて選手が出てきました。大丈夫のようです。小宮山さん、まだ序盤ではありますが両投手好調のようですね。まあ、そうですね。ボールも走っているように見えますし、非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。ストライクです。あっという間にツーストライクです。インコース打ちました。ファーストの横抜けました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には石原が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。最初からコーナーをついてきます。次が2球目。釣り玉でしたけど見極められましたね。振ってきません。外れています。アウトコース、これは見送ってボールです。インサイド落ちました。ファウルになります。次が5球目。インサイド落ちました。これはどうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。カープ1点を先制しました。1対0。序盤から試合が動いていきます。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。この一打で先制点を奪われました。
さあバッターボックスには先発の森入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球は何で来るか。ここはバントの構えだけ。送ります。ファウルになりました。ここもバントの構えを見せましたが見送っています。バントしました。これはファウル。ツーボールツーストライクです。ここもバントの様子も見送っています。バットを引いてこれでフルカウント。ベンチの作戦はどうでしょうか。これが6球目。送ります。バント失敗です。送りバントは失敗です。さあそしてバッターボックスには堂林が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたがまだピンチは出していません。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですからここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。これは足元への変化球。ストライクを先行させていきます。追い込みました。打った。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。カープ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。2対0になりました。ドラゴンズなおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。